どうこんにちは。あ、だいぶあれやね、紅葉地か、枯葉が落ちてから、もう今日は落ち葉の掃除が大変な感じですか。もうあれやからね、あれ風がバーッと行く、今から吹くじゃないですか。はいはいはい、冬吹きますよね。川崎も受けましたね。あ、いけた。はい。大足しなんだ、大足し。Thank you.
中で。また帰って編集せんねん。そうですね。これはですね、アクアパッツァっていう、イタリア料理です。もう全国版だからの世界の料理を紹介してやから。いや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 。あのお店で食べたら前すごい美味しかったんですよ。でなんか作り方調べたら自分でも作れそうだったから。そうです。一応やってみるかい。一応やってみて。まあ家でよくやるんですけどね。途中で開けちゃいけない。いやいや。アサリの口を開きたくて蒸してるんですけど。もう大丈夫です。そうです、コツコツ言う。いい匂い。白ワインで、ワインが始める。白ワインを入れたんです。そうですね、白ワインで半分ぐらい。いや、もう全部白ワインにしました。一本バルバル。あ、いやいや、これぐらいですね。お、あのぐらいか。はい、あんまり入れると飲むワインがなくなっちゃうんで。はい、ということでですね、本日のキャンプ飯アクアパッツァの完成です。これだいぶ前にね、動画でやったことあるんですよ。家の中で料理するやつだったんですが、その時にね一回ご紹介したんですが、これがね美味しいんですよ。アクアパッツァっていうのはですね、簡単に言えば魚の水炊き、魚の水炊きなんですが、それをね白ワインでやるという料理です。一緒に入れるね白ワインによって結構ね多分味が変わります。で、未だにあのどのワインが一番いいかっていうのはね分かんないんですが、今回はですねいつものようにアルパカを使って作ってみました。こんなんでよければ。あ、いいですか。はい、魚のすげえなと思っていつも。いい。一人じゃ食べきれないかもしれない。ちょっとシェラカップを持ってくるの忘れてですね。はい。ちょっとこれしかないんですけど。うまい具合にできてればいいんですけど。すいません、じゃあこちらを。はい。あ、スプーンあれじゃん。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。いただきます。ぜひどうぞどうぞ。さあ、ある程度ですね、このアクアパッツァ食べ終わりました。で、食べ終わってからね、これからがまた楽しみなんですが、ここにね、パスタを投入します。パスタを入れて、パスタのソースにしてしまおうということですね。まずは沸騰させます。
もう食べ終わった。もう食べ終わりました。いや、喉も飲み終わった。いや、今まだ飲んでるところです。ずっと2本目を火を見ながら。はい。いいね。料理はバズ。まあ美味しかった。まあまあ美味しかったです。あっちの方にも食べてもらってちょっと。おすそ分けで。多分美味しくできたと思うんですけどね、どうなんだろう。なんちゃったっけね。アクアパッツァっていう魚の水煮みたいなやつです。乗るね。いや、アクアパッツァ。まあそんな大した料理じゃないですけど。いやいや。僕はおいしそうに見えるんじゃから。あ、ほんますか。おあのナイフの使い方ね。あれがまた抜群じゃねえ。あ、ほんまですか。もう一流のコックが切るような。いや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 、あれ見ただけでね、人参でもじゃがいもでもじゃないけどね。美味しそうに。あのナイフのカット切る味が切りようがね。あ、ちなみにまた多分僕来週ぐらいも来るかもしれないです。おそうですか。多分平日だと思うんですけど、ね、おそれはありがたいです。いやいやいや、もういや、僕前言ってたその週末に人がこういろいろいる中で、うん、上から見たらすごい景色がいいって言ってたじゃないですか、うん、あれを見たいんですけどね。これから土曜日なんかね、はい、僕1、2、3カ所ぐらいやるだろ。あ、こことその下とかずっと明かりが見える場合ね。ああいいですね。そうすると上から見るとね、まああれですよね、綺麗な感じですか。おクリスマスシーズンだったら、ね、クリスマスツリーみたいなやつ、ツリーをね飾れ飾れて女房が言うんだけどね。あそこの栗の木とかでも全然いいんじゃないですか。そうでもないですか。まあああいうところでもちょっとちょこちょこっとぶら下げてね。ねあったらいいですよ、ね、この上のあのテラスから、はいはいはい、あの横へあれをネオンっていうかあれをつけとるんだよ。これからはあれじゃないですか、もう冬だから、うん、もうキャンプ好きな一人のソロの人がバンバン来るんじゃないですか、ね、バンバンではないから。また。